きチャンネル。ジョン。ということで、今回は現役ドラフト妄想実行。妄想でね、はい、サザイが勝手に、はい、まあね、前回前々回、はい、まあ、前回なのか前の日なのかどうか分かんないけども、あのセリーグとパリーグの現役ドラフト候補、この選手を出してあげた方がいいんじゃないのとサザイがね勝手に挙げた全チーム3選手の中から、じゃあどう入れ替えしましょうかと、はい、いうのを勝手に現役ドラフトシャッフルしました。だからまあ3人ずつ挙げてるけど、うん、全員やったらね、はい、ちょっとあれだから1人はシャッフルするっていうところでやってみた結果、ものすごく素晴らしいシャッフルがね行われて、これは全員うまくいったら結果残すんちゃうかっていうねところで、まずは最下位のチームからいきましょうか。中日が獲得した選手はこの選手です。楽天から茂木栄五郎、獲得しました、入団です。ありがとうございます。チャンスありそうですね。あるよ、だって、うん、ドラフトでも、はい、内野ばっかり取ってるやん、はい、内野ガチャ発生中やろ足りひんのやろ、足りない、レギュラーいけんで、すぐさますぐ行けますね、うん、でもし市川ちょっとさ怪我体質あるから、はい、もうサードも守れるから、はい、なんかあったらサードもいけるやろ、でショートでしょ、でもうセカンドも練習させて、はい、内野どこでも練習できるようにやったら、うん、今年ねチャンスもらえてないだけだから、はい、能力あるから、はい、一気にドラゴンズの内野手ガチャが終わる可能性ある。はい、ねえ、もう、茂木現役ドラフトだったね、あドラゴンズ、ね、ドラゴンズいい選手取った、はい、現役ドラフトで2年連続細川茂木の大ブレイクあるよ、大ブレイク、うん、予想ばっかりだったし、うん、続いて、はい、パリーグ日本ハム、おパリーグに移籍する選手、日本ハムに移籍する選手はこの選手です。阪神から秋山、噂抜けるから、そうですね、やっぱ先発がすぐ欲しい、うん、しかもね、すぐ使えるから、うん、そういった意味では、ね、江越もいるし、はい、阪神のチームメートもいるからね、はい、そこら辺は仲良くできるっていうところと、ね、北の大地で輝けるっていう、ね、枠空いてるから ね、 そうですね、今の日本ハムにいないところを抑えれたね、はい、しっかりね、これもいいドラフトね、いいですね、うん、はい、で続いて、はい、ヤクルト、ヤクルトはこちらです。 DeNA から坂本投手、おやっぱ欲しいやん、欲しいですね、先発、はい、左、左、うん、だからね、ワンチャン、まあ、坂口もね、うん、DeNA からね、はい、取ってきてるっていうのもあるしね、ここはもう思い切って坂本もね、はい、ヤクルトに移籍して先発いないからね、はい、そうですね、全然チャンスあるからね、そういった意味では両チームにとっていい現役ドラフトだね、うんうん、で続いて西武、巨人から若林選手です。おユーティリティ、いいですね、どこでも守れるから、はい、外野も内野も、はい、何かあった時のでスイッチいったでしょ、うん、完璧だから、そうですね、今の西武に足りないところを全部持ってる、でしかも松井稼頭央さんでしょ、はい、足もね、はい、活かせれるっていうところでね、ここではチームにかなりポテンシャルとしては、うん、いいスパイス出すんちゃうかっていう、そうですね、うん、はい、続いてジャイアンツ、ジャイアンツにはこちらの選手が移籍です。ソフトバンクから杉山投手、パワーピッチャー好きやん、しかもリリーフおらんやん、はい、力でねじ伏せていくタイプやから、そうですね、これ好きそうやろ、巨人ないタイプだからね、そうですね、うん、リリーフはまる可能性あるよね、コーチに久保さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、久保さんはやっぱりメッセンジャーを育てるのと、背中でピッチャーを育てるのが得意ならしいです、いいね、いいんですよ、杉山ね、こうフィット、和田さんと細川みたいにフィットするかもしれない、フィットする可能性があるんですね、うんうんうん、さあ続いて楽天、ロッテから平沢大河、地元で再出発しよう、でしかもね、楽天もドラフト1位で平沢来て抽選だったからね、はい、そういった意味ではもう楽天で新天地で、ね、地元で、はい、もう一回やり直そう、それ何か変わるかも分かんないから、ね、今井監督も、ね、そうそういい、ね、そこも教えてもらう、はい、ね、続いてセリーグ DeNA、 ヤクルトから高梨投手、中も前もすぐ使えるから、めっちゃ便利ですね、めっちゃ便利、もう一軍に置いとくには最適、はい、いろんなところをこなせるっていうところではね、うん、今 DeNA にとったらぴったりになっちゃうかっていう、そうですね、うん、欲しいですね、うん、その前も後ろもどっちでもいけて、はい、UTT 的にしかもピッチャーでね、はい、でもうポテンシャルはもう分かってるからね、はい、もうすぐ使えるっていうところでは来年優勝に向けてはね、うん、
すぐ使えるのが欲しいから、はい、これめっちゃいい。おこれいいね、この現役ドラフト。いいですね。続いてソフトバンク、日本ハムから清水雄志キャッチャー。そうきました。キャッチャーもね、下位に次ぐっていうところも欲しいだろうし、打てるキャッチャーだから、ね、なんて言っても打つからね、うん、そういった意味ではホークスにないタイプのキャッチャーだから、はい、これはめっちゃいいんちゃうかっていうね、はい、清水にとってもいいし、出身九州国際ですからね。お、地元の実家山口ですから、ね、全部揃ってるんです条件。あ、もうじゃあ一番いいんだよこれ。一番いいですよホークスね、はい、もうだから清水に一つだけアドバイスするとしたら、あのインプレー中にミットを外すな、これです。さ、ここは厳しいですからね。これだけはもうあのアドバイスとしてね、はい、言っとくけども、いいでしょ。いいと思います。ぴったりです。で、地元だしね、はい、でホークスにないタイプだからね、うんうん、で続いて広島、お西武からウーネンティ。おー、これどこでも守れるから、はい、しかもいないタイプじゃんカープにはね、うん、でそういった意味でもサードも守れるしファーストも守れるし、うん、セカンドも守れるし、はい、でパンチ力もあるからね。そうなんですよね、打てるっていうところですよね。そうそうそう、かなり俺はいいと思うね。変な外国人に頼るんだったらウーネンティに頼れっていう。確かに。続いて千葉ロッテ、中日から森投手。おお、日本体育大学、はい、東も日本体育大学だから、いいですね。で吉井さんがもう一回メカニック、はい、メカニック、しっかりよしってやって、はい、いい球投げれるようにしてリリーフでハマってくるから、はい。続いて阪神、オリックスから村西投手、リリーフサイドスロー。いいですね。岡留だね今、はい、ちょっとサイド気味でね、はい、やってたけども、そういないじゃん。いないんですよね、そのタイプが、はい、そういうタイプがね、はい、ワンポイントとかもいけるし、岡田さんね1イニング3投手とか使うからね、はい、そういった意味ではアクセントになって、はい、阪神にいないタイプで村西は、はい、俺はいいと思うね。いいですよね。しかも引っ越しなくていいから。そうです、横だから。はい、実家も淡路島ですね、大学は近代なんで。じゃあもうぴったりなんですよ。近本も淡路島、はいはい、村上、あ村上も淡路 島, 淡路島で、村西も淡路 島, 淡路島でも、淡路島の観光大使になって CM できるな。で玉ねぎ持ってね、いいじゃん。じゃあそう見たらぴったりなんですよ、環境は。いいな、はい、じゃあ阪神やな。阪神決定、決定ですね、うん、続いてオリックス、オリックスにはこの選手です。広島から戸根投手、左。今年はまあ山田がね、うん、1枚で頑張ったけども、うん、こういう左のタイプいると思うね、はいはい、そういったところでは、あジャイアンツから来たばっかりだけども、はい、これもオリックスに行って、はい、左のリリーバーとしては、はい、いいピースとしてハマる可能性ある。そうですね、はい、リリーフの左があんまりね、いないからね、そういったちょっと右が多いからね、はい、そういった意味では対左っていうところでは当然ね、ワンチャン使いやすいと思うから、うん、残り12球だ、はい、どうこのオーダー、これねいいじゃないですか。 よくない、はい、この現役ドラフトよくない。どのチームもいいよな、はい、いいっす。外れ感全くないしな、うん、正直。あとリチャードは日本ハムみたいなね、まあね、もうそれは新庄さんに育ててもらってみたいな、ちょっと、あとはこうね、もう思い切っていこうみたいなね、はい、でもこれ12人いいな、これいいんじゃないですか。全員当たりちゃう、当たりようと思いますな、はい、無理くり感ないんで。ないよな、足りひんとこ補られてるしね、はい、でなんか活躍できそうなイメージもあるし、ね、うん、というところで撮影が完全に妄想してね、現役ドラフトこのように完成しましたけども、はい、皆さんどうですか。そんな選手出せないよとかね、そういうのやめてください、妄想なんでね。しかもこれ出してあげた方が本人のためにもいいんじゃないですかっていうところだからね。ということで皆さんのご感想お待ちしてます。